守山区の龍泉寺の湯で開かれたこの工作教室は、地元の金城学院大学の学生が SDGs の観点を取り入れた企画を発案し、プレゼンした中から選ばれたものです。子育て世代にゆっくり風呂を楽しんでもらいたいという思いから企画されたもので、今日は13人の子どもが参加。学生からサポートを受けながら、廃棄予定だった龍泉寺の湯の館内用の袋に飾り付けをしたオリジナルバッグや、館内着の布を使ったバッジなどを作成しました。楽しかった。ピンクが多いと可愛いなと思ったから、ピンクをいっぱいにした。もっと SDGs に対する取り組みを子どもたちに、そして世界につなげていけたらいいなというふうに思っております。